んこんにちは、りなです。身長154センチ、体重58キロ、ぽっちゃり体型の着痩せと体型カバーについてレビューしています。今日は下村さんで可愛いアイテムをたくさん見つけましたので、ご紹介させていただきます。まずはこちら、肩フリルププラムプルオーバー、L サイズで値段が1419円です。商品の詳細はこちらに貼っておきます。このボリューム満点のフリルが可愛くて購入しました。ポリエステルで縦に脂肪がある洋流生地です。肌にまとわりつきづらいので夏に涼しく着れる生地です。袖にフリルがたくさんあってもウエスト絞りなので細見えもします。一緒に合わせているのが GU のウォッシュドスウェットプルオンパンツ Q。ダークグレーのサイズが XL になります。この組み合わせめちゃめちゃ可愛くてお気に入りです。ボリュームのあるトップスにボリュームのあるボトムを合わせるのって避けがちなのですが、見慣れていないシルエットのおかげでおしゃれ度をアップしてくれます。このプルオンパンツ、デニムにも見えなくもないスウェット生地で履きやすさが抜群です。骨太さに苦手なウエストにタックがあるタイプなんですけど、ボトムが太すぎるせいか着膨れせずにあえてオーバーサイズにしてますよ感を出してくれる計算されたシルエットになっています。私は XL サイズを買ったんですけど、店頭で裾上げできないアイテムだったので L サイズにすればよかったなぁと後悔しています。この格好にはハーフツインが合いますのでぜひやってみてください。ハーフツインはゴムで縛るのではなくてねじってピンで留めると大人かわいいハーフツインになります。ピンはスリコでも売ってるし、私のおすすめはシーンのスズランのこのピンです。すごい可愛くないですか？これはね、すごい個人的に気に入ってますし、高見えアイテムだなと思いました。続いてさっきのチェック柄のバージョンです。商品詳細はこちらに貼っておきます。黒のタイトスカートと合わせてみました。フリルが華やかさを出してくれてチェックバージョンも本当に可愛いです。くびれの位置が高い方は切り替えがちょうどウエストに来るのでしっくりくると思います。二の腕も脇もがっつり出てしまうのですが、全体的なバランスが取りやすいディティールとシルエットになっているので二色買い推奨です。パンツと合わせるとこんな感じです。白黒のギンガムチェックは黒との組み合わせが一番可愛いと思います。このトップス、お股が出ちゃう丈なんですが、ボトムが黒だから悪目立ちしないです。なおかつお腹カバーに適しているので普段使い抜群です。ショートパンツと合わせるとこんな感じになります。赤アイテムと合わせたり赤リップも可愛いと思います。少しでも夏っぽさを出したい方はデニムにカラーアイテムを合わせてあげると明るい印象にもなります。次はこの辻ちゃんコラボのグレーのハートデニムです。商品詳細はこちらになります。 LL までサイズ展開があって、なおかつ丈がぴったりすぎてびっくりしました。なんといってもさりげない同色のハート刺繍が可愛いです。股上も深いので腰の位置が高い人にもおすすめですし、バックゴムなので履き心地抜群です。お色もダークグレーなので何でも合う着回し抜群アイテムです。無地のアイテムと合わせてあげてもハートの刺繍が可愛らしいアクセントになります。一番最初にご紹介したトップスと合わせてもガーリーで可愛いです。続いてご紹介するのがこちらのフェザープルオーバー、サイズが L サイズになります。今の季節は暑すぎると思ったんですが、私的に可愛くて買ってみました。なんか宇宙のモフモフの動物になれる気分が味わえます。着丈は短くて生地はフェザーです。モキモキしてます。猫背になると雪男みたいだし、友達には綿ぼこりって言われて、それも踏まえて余計面白くて愛おしくなっちゃいました。きっとスタイルのいい方が着るとモードになるのでしょうが、個人的にはこの着こなしも面白くて好きです。先ほどのハートデニムとも相性抜群です。モフモフしている分ちょっと着膨れて一回り大きくなっちゃうと思うんですけど、みんなにいじられて愛されキャラになるアイテム間違いなしです。はい、続いてご紹介するのが王道のビスチになります。サイズが L サイズ、商品の詳細はこちらになります。合わせるのはこちらも島村のワイドパンツです。形が可愛かったのですが丈が長すぎたので自分で裾上げをしております。
ウエストはホックでタックがつけれるタイプで、シルエットがとても綺麗でした。合わせるのは以前ご紹介したグレイルのドットトップスです。もうこれだけでも可愛いと思いますけど、体型カバーができるのでさらにビスチェを合わせます。シモムラはビスチェの数が多いので、ビスチェが欲しかったらとりあえずシモムラに行った方がいいと思います。ちょっと谷間が見えちゃうので露出が嫌な人にはおすすめはできません。このドットのシースルーの感じとビスチェのキャミの感じがすごい可愛いです。丈は短めなのでワイドパンツで腰回りをカバーしてあげてください。最後にご紹介するのが辻ちゃんとコラボのチュールバッグです。商品詳細はこちらになります。チュールがふんだんに使われているので、シンプルなコーデにも華やかさをプラスしてくれるバッグになります。サイズは A4 がすっぽり入りますが、ジャガードでクシュクシュ加減を調節できるので、私好みのクシュクシュにすると A4 は入らなくなっちゃいます。取っ手の部分とこの両端の部分を絞るとコロンと丸くなってとっても可愛いです。内ポケットも3箇所ついていて何気に便利です。3000円でプチプラだったのですごいお買い得だなと思いました。もう一つバッグのご紹介です。バケツ型のカゴバッグで2500円ぐらいでした。商品の詳細はこちらに貼っておきます。この持ち手がクシュクシュしていて巾着になっているので中身が見えづらいです。小さめなのに500のペットボトルの何気に入るのでとっても使いやすいです。ストラップ付きでショルダーにもなる 2way なんですけど、私はハンドバッグだけで使おうかなという感じです。それかチェーンをお気に入りのものにするとより一層可愛くなると思います。素材が柔らかいので形がちょっと崩れやすいのが難点なんですけど、それでもこの季節にぴったりだと思います。なんかプチプラのバッグで可愛いの見つけると、まずシーンで安いのないか私確認しちゃうんですけど、これはね私が見た限りだとなかったので安心してしまむらで買ってください。はい、以上になります。私のお気に入りのしまむらコーデいかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。はい、今回ほぼしまむらさんの購入品紹介だったのですが、在庫があるものでしたら商品番号で取り寄せもできるみたいなので、気になる商品があった際はしまむらさんの店員さんに問い合わせてみてください。しまむらさん結構売り切れでも毎年毎年似たようなデザインのものを発売してたりもしますし、こう似たような商品もいっぱいありますので、全く同じアイテムじゃなくてもこうぽっちゃり体型でもこんな合わせ方をできますよとか、ちょっとこうやるとちょっと細く見えたりするなとか、ちょっとこれはお腹目立ちにくそうだなとか、そういうポイントを掴んでもらって参考になる動画になればなと思って作ってみました。どうだったかな。で、今回伝えたかった一番のことが、もう前回の動画でたくさんの温かいコメント、本当にありがとうございました。今回の動画はこのお礼を言いたいがゆえに作ったと言っても過言ではないです。もうコメントを読みながらうるうるしてて、もう申し訳ない気持ちと、もう待ってもらってて嬉しい気持ちでいっぱいになりました。皆さん本当に優しくて温かいお言葉たくさんいただきまして、本当にありがとうございました。古くから動画を見ている方でもお気づきの方もいるかと思うのですが、冬は特に体調を崩してしまって毎年投稿が止まってしまう傾向があります。楽しみにしてくださっている方申し訳ございません。でも戻ってくるたびに待ってましたというコメントをいただけて、もう嬉しくて、皆様のコメントがすごく励みになっています。私自身も未だに体型で悩むことはあるのですが、女性の美しさは細さだけでは測れないと思いますので、これからもこの動画を発信して皆様のお力になれればなと思っています。いつも応援ありがとうございます。ではまたねー。